小坂光選手2010、小田切選手下がっていますね。小田切選手、小坂光選手、あ、いる。あ、じゃチェーンとチェーニングの時ってコツはあるんですか、刷毛の使い方。いや、まあなるべく間に入るようにはしますけど、はい、はい、こう隙間隙間にこう入り込む。そうですね、隙間に入るようにして、はい、っていう感じですね。はい、洗剤で普通の中性洗剤。あ、中性洗剤ですね。はい。なんかおすすめだってあります？泡切れいいやつ。泡切れがいいやつ。はい。あのお店で使ってるのは、はい、うちはジョイ使ってます。あ、ジョイ。はい、泡切れいい方がいい。泡切れいい方がそうですね。いいですね。流すときに流しやすい。はい。はい、早い。素晴らしい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと見て、水力はどうでした？そうですね、まあ、使いやすいので、3つぐらいダイヤルがついてるんで、まあ、その状況に応じて、使えると思うので、すごくいいと思います。はい、水圧もそんなに弱すぎず、強すぎずなので、はい、すごくいいと思います。まあ、持ち運びが楽なので、すごく、そうですね、電源がなかったり、あとまあエンジン付きとかがメインになってるんで、まあ、こういうバッテリー式で充電できて、まあ、持ってって運びやすいっていうのはすごく使いやすいと思います。新幹線の中も結構あのコンパクトに。あ、そうですね、はい、場所取らないのですごくこれは、はい、いいかなと思います。はい、まあ、プロの方だったらバッテリーになると思うから、そうですよね、はい、まあ、使い分けというかなくなって次の充電してみたいな感じでやれば、まあ、全然待ってくれると思います。はい、わかりました。はい。